パート3です。生かされなかった国産技術。パート1、パート2ではヤギアンテナの悲劇取り上げました。パート3からは、今度はフラッシュメモリの悲劇ということで、あのー、高橋さんにお話伺うことになります。高橋さん、お願いします。はい、フラッシュメモリの悲劇、はい、東芝の物語。はい はいまあ、これは特定の会社のまあすごい、な、うんを何ていうんですかね、あの避難するという形ではやりたくないんで、一つの類型として、よく語られるブラッシュメモリーのたどった話っていうのを、ちょっと、うん、あのミュラジオさんとあの対話したいと思うんですけれども。時期は80年代から90年代ってことでしょうか、まあ、そうかそですねで当時ですね、80年代、90年代の頃っていうのは、まあのまあ、集積回路ですね、あのいわゆるまあ IC。はい チップというものの,、えー、とあのまあこのフラッシュメモリーで皆さんはご存知かとは思うんですけど USB メモリーとかパソコンもハードディスクじゃなくてフラッシュに置き換わってるのとかあります、まあ、記憶阻止なんですけどあれってもうはは蓋を開けてみるとシリコンっていう物質の四角いチップになんか回路がバーッと書かれてるっていうまさにまあか印刷技術 みたいなのを応用して配線を作ったり、素子を作ったりするんだけど、そういう、まあ、半導体集積回路って言われているものの一種です。で、ちょっとそうか、用語みたいなのを取った方がいいかもしれないんですけどあの、集積回路っていうのは、もともと特許はですね、ノーベル賞を取られたジャック・キルビーっていう、キルビーさんっていう方が、はい、テスキサス・インスツルメンツっていう会社で、えー なんかね、この人、中とかなんかで入ってきたんであの休日の休みがなくて仕方がないから外出で研究してる時に思いついたっていう,うあのシリコンの一枚の板のところに素子を作り込んで,でそれをパンパッとこう配線するっていうアイディアで後に巨額の <laughs> なんか利益を生み出すアイディアを作ったそのキルビー特許っていうので、えー、その特許料を払わなきゃ。 いいけないもんであの、日本の半導体メーカーでてそこにバンバンお金を払って製品を出してました。うんうん、で,でその今我々が使っている半導体組織って言われて、まあ、マイクロプロセッサーでありますとか、まあえー、とメモリーであるとかっていうものってのは、うん、ほとんど今も有名なのインテルって会社ですね、うんうん。あの辺がまあ大体開発してるっていう、まあ、ちょっと半導体の歴史についてもいろいろ語りたいんですけど、まあはい、そういうプレイヤーた 米国のすごいプレイヤーたちに特許料を払いながら日本のメーカーは、えー、と頑張って作ってましたよっていう子です。うん、で、でまあ、メモリー、最近あれかな、なんか日経とか読んでるとあのメモリーの値段が出てたりとか、今するんですかね、あんまり最近ちょっとあの新聞をフォローしてないか、うん、あれなんですけれども。はい、<と>私も新聞読んでない。い<や>日経なんか<や>読む気がしない。い <laughs> そでねはい、でそメモリーがそれこそ80年代90年代ですとあのコンピューターに使われる、まあ、メインメモリーっていう半導体が。 DRAM とか SRAM って言われるものですね。この辺の話した方がいいですかねあじゃあ、簡単にでお願いします。DRAM っていうのはダイナミックランダムアクセスメモリーで、うん、RAM っていうのは、えー、とランダムアクセスメモリーですね。はい、そうですね。ダイナミックっていうのはまあ動的なっていうそものものをずばなんですけど、でこれ、コンピューター、メ、まあ、インの,そのプロセッサーとかが使うデータを、まあ、覚えておく。 まあ、メモリーっていう素子なんですけれども、うん、ダイナミックメモリーっていうのは、えー、この記憶素子っていうのはやっぱりいっぱい一つのチップの中にいっぱいデータが入るのが経済的にも性能的にも望ましいので簡略化した形で一個のトランジスタに一個のデータを覚えさせるっていうまあ まあそれより小さくなかなか難しいんです。その状態で覚えさせているんだけど、あの置いとくとこう電気がシューって抜け,抜けちゃうので、ダイナミックにっていうのはこう動的っていうのはこう、あの一定時間なくなりそうになる前にデータを一回書き直すっていう作業をする一方で、あの容量を稼いでいるっていう阻止です。これはだからまあ、うんうんそういう な,なんか一時期、の日経とかね、そそれこそ89年代と日本が調子良かった頃にいちいちこういう解説が出てた時代があったようなってます、うんで。要するにまあ電気切っちゃうとあのデータ抜けちゃうんですよね、これってね。 基本的に、まあ、イスラムっていうのもあるんですけど基本的にそのメインのこ当時阻止に入こういうコンピューターとかのデバイスに入って一生懸命働いているのはその電気切っちゃったら記憶が消えちゃう素子っていうのがまあメインで、あのー、ちょっと電気切っても残ってほしいようなデータっていうのはまあ昔だとなんかテープに磁気テープに入れてたりとか。 なんと、磁気テープに入れてた。磁気テープに入れてましたで、うんハ、ハードディスクですね。全然、うんその、いわゆるフロッピーに入れるっていうことなんですあそうですね。フロッピーに入れるでもいいですね。フロッピーのも、結構ね、磁気テープも使ってた時期もあったりしますよ。フロッピーですね。もうみんな分からないかもしれないですね。今、フロッピーディスクって言っても、ついてなかったりするし、うん。なんか磁気メモリーに入れるか、まあ、 そういういハードディスクもまあ昔高かったんですよそれに入れるっていうようなイメージで,で、半導体のそういう不揮発のメモリーっていうやつは、ちょっとね、日陰ものだったんですよ。電気切っちゃっても、覚えておける半導体メモリーっていうのもあって、リードオンリーメモリーっていうのが、ロムとか、なんかあのブログとか見てるだけの人とか、ロムとか言ったりしますけど、うん、リードオンリーメモリーっていうのがその、あのランダムアクセスメモリーの、まあ、 1つの対応デバイスとして、リードオンリーメモリーっていうのがあって、うん、こいつはですね、デッキ切っちゃっても覚えてるんですよ。うん、で、まあい、いろいろあるんですけれども、あのー、えっ、ー、と、あれかな。で、そのスプラッシュの話につ,つ,つなげるには、まずですね、その電、普通の DRAM とか、S、メモリーみたいな素子の中に入ってて、まあ、電気的な外からの信号で、それを、あのー、 書いたりするることができるやつはあの e p ロムって言ったりするんですよ、うん、エレクトリカリプログラムドレイドオンリーメモリーっていうのがああってでこれはですねえー、っと書くことは電気的にできるんだけど保険、うんうん、消すきにはですねあのこの素子に 入れるケースのところに窓が開いていてでそこに紫外線を照射して一気に全部消すとかそういうデバイスがありまし今でも,もうちょっと見ないかな,なんか古い実験装置とかだとあったりするんですけれども、うん、電気的にプログラムは買ってで、まあ、割と高級的には使えないけれどもある一定期間とか何年のお題でちゃんと持つとは思うんですけどそういう電気的にはかけるんだけど消す時には紫外線で消すっていうものが。 それがまあだから割とでもこれはちゃんとあの電気でかけて電源落としてもちゃんと覚えててでそれなりに便利っていうのがあったんですがやっぱり人情としてはの普通の DRAM とかを扱うみたいに電気的に書いて電気的に消したいっていうのをやるのがやっぱり人情っていうかそういう人数やっぱり出てきますよね。今、うん、今。い えっとこれが読むだけのものだったけど、これは電気を切った後でも残ってるってものなんですね。残ってるってことですね。それに対して、今度、あのエレクトリカリえっと、何でしたっけいや、エレクトリカリイレイサブルですね。イレイサブル。あこれ E スクエア P ロムとか言ったりしますけど。へえ。イイイイイで二乗。 PROM って書いて e、E スクエア PROM とか。え。エレクトリカルイレイサブルプロ,プログラマブルリードオンリーメモリーっていう、これだとあの消せるんだけど、消すときにはなんか紫外線当てるんでしたっけ紫外線当てるのはなんか普通の EPROM、e、のあ一種のものですね。ごめんなさい、<あ>ちょっとちゃんと説明すればよかったです。で、電気的に書いて、電気的に消せるっていうのがあの E スクエア PROM。 EP ロムと EEP ロムというのがあって、ねまあ、E が1個だけの EP ロムの場合がなんか窓を開けて紫外線を移して、なんとか消してたけど、で,ね、で,でもできたら電気で書いて、電気で消してが一番いいわけだから、その電気で書いて、電気で消してというのは、さっきの,の E2 乗の E スクエアですよね、ね 2> E スクエア P ロムっていう、こちら。これが、まあはい この一番新しいってことなんでしいうか、そうですね、この市場を切り開いたっていう感じですよね。なんかねあのロ、ちょっと日陰者っぽいというとおかしいんですけど、なんか、うん、あのちょうど飛んでたんですよね、昔は。そういう EP ログっていうのがそういう消すときに使い勝手が悪かったり、で、うん、まあなんか観光しないようにシールして置いといたりするんですけど、うん、あのやっぱりなんか。 2個が当たらちょっちゃうと1週間ぐらいでなくなっちゃうのかな、なんかそう,そういうもので,で、シールして入れといてもちょっとやっぱり不安じゃないですか、そうなんか抜けちゃうっていうのが、その辺の信頼性になんがあって、もうディスクに、まあ、そういうテープですね、フロッピーとかに、磁気記憶装置に入れちゃうっていうような、なんかそういうところで、ここだからですね、応用がまだなんか頭になかった時代。 今,今思えばです、ね、このそのスマホの中とかもうあの音楽プレイ音楽プレーはまあ最近、ウェブのほうでなんかやっちゃったりするけども、基本的にそのもう半導体メモリーに電気切っても大丈夫で覚えている半導体メモリーを使うっていうのが、まあ、この当時は全然この発想がなかったですよね、ここの応用範囲が広がるっていうのがなかった、そういう時代ですね、80年代。 まあ90年代にかけてっていうところは。うんうん、なので、この EPROM の歴史について、まあ、ちょっとこれから <laughs> フラッシュにつなげる話をしていきたいと思いますがでその、不揮発性メモリっていうのがあの、電源を落としても記憶が残ってくれるメモリってことですよね、不揮発性。 ってことは、揮発,発性はだめで、だって揮発しちゃうんだから、不揮発さ、ものが求められていたっていうことですよね、まあ、そうですね。あまあ、というか、あれですね、あの、あそうか、揮発、うん、そうですね。<laughs> d ラムは揮発性は揮発なんで、まあ、電源切っても残ってるっていう意味での不揮、まあ、発性っていう意味合いなんで、うん、はい、はいあのー。そういうのが、まあ、あったらいいなっても なかなか難しいから応用も考えつかないねっていうような時代でした。はいうん、で、まあ、歴史的には一番最初、この E スクエアピーロムっていうやつは、あの1967年に、まあ、これ、ベル研究所、うんまあ、日本だとかつての通信研究所みたいな、電電公社の通信研究所みたいな、AT&T のベル研で、あのまあ、なんか動作原理っていうのはあったんですけど、 実デバイスっていうのはなかなか時代下りまして、80年に例のインテルが初めて、えー、これ 16K ビットですね、16×1000 ビットの、あのー、e s c ス e アピール o m ってやつをあの実デバイスとして、えーまあ、これガッカー発表かな、開発しましたっていう、でまあ、実際に動くんですけど、これですね、あのさっき DRAM っていうのは1個、 1個に1つ覚えさせて、であの、置いとくと抜けちゃうから、あの電源が入ってる間こう、もう一回確認しに行って書き直すとかいうことをやってたりして、うんうん、なので、あ割と集積度上がってたんだけど、これ、1ビット単位でデータを書いて読むっていう構成になってたので、やっぱりあの、ね、大きくなっちゃうんですよね、倍まあ、単純に倍の面積に <laughs> なってしまうと。うん 半導体阻止で,反動再で倍,倍になってしまうというのは、なんかめちゃくちゃあのあのコストというか、もうん、儲けが減るという感じなんで、なかなかこれきついなっていう部分だったんですが、これですね、あのここであの東芝の増岡不二夫さんという方が出てきます。結構あの マスコミとかにも聞いた時期もありますが、こちらのお方も東北大学なんですね。やはり東北大学、うん、大学すごいですね。ねちょっと亡くなりましたけど、松岡さんは東北大お出になってで、東芝に入社されたんでしょうか。そうですね、うん、あの松岡さんはね、お亡くなりになりましたけど、西田淳一先生とドクターまで行かれたのかな、ちょっとあの西田淳一さんっていうのも。うん あのなかなか異色な感じでこう結構ね特許とかをこう学生に書かせたりご自分もいっぱい書いたりとかいう感じであの松岡さんもその特許を取るとかいうことの重要性っていうのはやっぱ学生の時に何か理解してたんでいろいろ接触の仕方とかを一応学んでたでなんか、ね、その辺はなんか非常にこうなんだろうな運動神経をお持ちの方だったのかなっていう感じ、うんうん マスオコさんとりあえずこのアイディアフラッシュメモリーのアイディアっていうのは、うん、あのつまり1ビット単位で読み書きするっていうことをちょっと疑ってみたんですよねその、うん、外部メモリーっていうそのなんかたまにしか使わないものを止めておくっていうやつってあの 1>, 1ビット単位でやらなくてもいいんじゃな、ね、いっていうつまりなんかあの決まり8ビットって10の情報しかないやつを8つ,つ集まると1バイトとかいってなんかそういう単位で一文字を表したりとかなんか記号になったりとか、うん、もっと大きい1ページ分とかなんこの塊の状態でデータを保持しとけばいいんじゃないかとそれだけ一気にバッと書き換えて。 で消すとき一気にバッと消しちゃうっていうのでいいんじゃないかっていうことに気がつかれるんですね。これ小さいことかもしれないけど、誰もなんかそういうことを思わなかったんでしょうね。うん。うん、なので、その、これちょっと、な、中身入っていくと、すごい、それだけでも面白くなっちゃうんですけど、すごいざっくりというと、その1ビ,ビット単位ごとに消去していたのに対して、まあ、多数のメモリービット一括して消しちゃってもいいんじゃないっていうアイディアを思いついて、うん、で、名前どうしようかっていうのを、これなんか、あの 雑談みたいなのから、あの決めたらしいんですけど、一瞬にこうフラッシュカメ,カメラのフラッシュがパッと光るっていう印象で、一括してパッと消しちゃうっていうところから。フラッシュメモリーの名前をつけて、で、この八十年から八十一年にかけて特許出願をされたっていう感じです。この時点ではまだアイディアだけでものにはなってないです。フラッシュメモリーの、じゃあ、名付け親は増岡さんだったわけですね。 そうです、ね、マスオなんかね、雑談で,で、なんかいろいろネットを見るとあるみたいですが、松岡さんが、まあ、この東芝のチームとして、ラッシュメモリーと名付けたと、うん、でそれのアイディアは、まあ簡単に言うと、ビットごとに消したりしてたのを、<laughs> 多数のビットを消したっていいんじゃないっていう、そういうことなんでしょうか。 うういうことですね今思えばなんかそれかなんだみたいに聞こえるけど、うん、それを思いつく人が誰もいなかったってことなんですね。そうですねで特許になっちゃってるんで誰も出願してないから、うん、そういうことなんですよね。案外まあそういうものなんですよね。うんうん、重要な特許ってなんかあ考えて考えてやってもなかなかなんだけどこううのともう全部一人からげでやられちゃうで、うん、まあこれをなかなか。 すごいなって思うんですけど。その一メガビットの DRAM っていう風に話が移,移っていくんですよね。はい、で増岡さんはあの当時あの一メガビット当時まあ先端の一メガビットの DRAM の開発担当のまあ責任者とかをされて。うん いたのででもフラッシュは全然開発できないわけです。アイデアだけはちゃんと特許に出したんだけど、だからこのメモリーの特許明細とかを作成するのを時間内にできないので、土日とかに作ってたらしいえ。東芝はこれをじゃあ全然評価しなかったんですか増加さんの,そのフラッシュメモリーのそれを。そうじゃなくて、1メガビットドラム、DRAM のこっちばっかりやらせてた。まあ、メインの、まあそうですね、会社からアサインされてるお仕事をまあ。 メインでされててでフラッシュメモリーはあくまでもわ、うん、私の時間をこの人割いてやってたと。まあなんかシャープの液晶の時にも同じような話を僕はなんか聞いた気がするんですけれども。は ただしこの1メガビット D ラムっていうのが別にあの、えっと、重要でなかったわけではないので,ではないです、これはもう本当の一丁目一番地みたいなお仕事をされていたので、うんうん、これはもちろんもう当時そのぎを削っていたので、これは非常に最重要な仕事で、これは1メガビットドラム、D ラムであのあの東芝はトップだったわけですね、じゃあ結局。そうですね、で結果、うん、83年にこの1メガビット D ラムは製品化して、 まあ日の丸半導体自体が強い時代ですけれども、世界を席巻していますなんか嬉しいですね、昔話あってもこれはすごいですよね、当時の、ねうんうん、国際学会とか見ると、メモリーのセッションってほとんどなんか日本人だっりとかでしたね。いやー、なんか見て、ちょっと後でまあとで学会の話もちょっとしようかなと思いますが、今、簡単に見れるって、風かを持っても。<laughs> うん でこの時で、ね、インテルがじゃあ、DRAM から撤退して、す要するに東芝に負けを認めたわけですね。まあ、そうですねいやここはだから彼らは、まあ、潔いというか、あのまあ、インテルは今日の流星を見ると、やっぱりなかなかすごいなと思うんですけど、ここで撤退に追い込むわけですね今度、うんうんえー、その翌年つまりインテルがその撤退したのが1983年で、うん、翌年の1984年にいよいよ東芝がフラッシュメモリーの、えー、っと開発。 そして試作に取りかかるってことで、こここそ増岡さんがそれまで土日返上でやってたことが、本当にこう、あの真正面にやれるようになったってことなんですよね。そうですねまあ、ただ、まあ、まいろいろ苦難も続くわけなんですが、多分学会発表量とかも考えてたのかもしれませんけど、まだ製品に行くまでには距離があるんですよ。うん、で試作に成功するのが84年です。で、うん これなかなかかですねフラッシュっていうのは結局その物理機構自体は E スカイピ P ロムのメカニズムから相当離れてないでその構成が違うだけなんで、うん、えとそれを、ね、うまくこの人は利用してるんですよ。で当時先ほどちょっと話が出ましたけど東芝はその紫外線を照射して消しちゃうっていう 256K ビットの EP ロムの製品がちゃんとあった あったんですでそれをちょ,ちょっと何て言うの改造してやるんですかね少しマスクパターンっていうんですけど回路の接続とかを変えてやることでこれがなんかノア型のフラッシュメモリーっていうタイプのものにそのままあの変換することができたっていうこのことがありまして試作することに成功しますノア型っていうのはフラッシュメモリーですよね フラッシュメモリーです、ね、これ、まあ、あ、はい、後で難度型って集積度がだんだん上がっていくんですけど、まあちょっと要は言葉として、ノア型のフラッシュメモリーってやつが割と簡単に試作できるっていうことに気がついて、でそれを学会に発表します。これが1984年の年末に IEDM っていうそのデバイス素子とかあの、まあ、加工装置とか、そっちの方の中心のまあものの学会ですね、半導体の学会で発表することに なりますバブルが始まるこ頃ですね。で、これの回路技術について、あのそのよくとしですね、年末またいで2月の,の ISSCC って、これまた日経とかに割と記事が出ますが、半導体のまあ割と大きい、割と違、まあ一番大きい学会ですね。で、ここで 256K ビットのフラッシュメモリーの回路技術を発表しました。はいうん、でようやく動くのができましたよっていう。 作品の成功みたいなこれが学会で出ましたよとうん、うんで。で、これはあくまでもあのち,ょちょっといじって試作しただけなんで製品にするにはいろいろですねそのあの、信頼性評価となり、量産するための,そのぶどまりとかやらなきゃいけない。で、これ作っただけなんで、はあ、まあ、 作ってやったぐらいの感じで、社内では実はあまり評価、注目されなかったらしいんです、ちょっと信じがたいんですけれども、こところがですね、やっぱり、ところがやっぱりこれ、外圧じゃないけど、インテルを含め何社かがですね、東芝をサンプルちょうだっよとっていう要求が来ました。で、インテル自体も、そんなもの、企業機密の一番大事なところで渡せるはずないじゃないですか。<laughs> ね <laughs> で,もまあ、でも売らなきゃいけないから、やっぱサンプル出してくれっていうのは言うんですよね、でうん、でじゃあ、これは出荷できるもんじゃないから、まあ、会社として、じゃあ、あの商売にな,なるのかな、じゃあ開発しようかっていうんで、ここでようやくあの会社としてフラッシュメモリーを製品として開発するのがスタート。とうだ今さっきのそれは理不尽な要求というより、むしろ外圧で始まったという<や>ことなんですょう そうですね外圧です、これだから外圧っていうか、フラッシュメモリーっていうのがあるんだったら、使いたいユーザーとして、インテルなりなんかがこれを使いたいから、でも、開けてみたりはすると思いますよ、インテルが要求してきたっていうのはさ、技術取ったろうと思ってきたのか、思ったけどこれは正当な商売としてのサンプル、なんか裏でやる。 否定はできないか言われて、しかも情けないのは東芝が言われて初めて、あ言われて初めて使えるんかって言って、売り物になるんかって始めて、増岡さん、この辺も摂氏役腕でしょうね。何やってるんだっ人何やってるんだっねなんか上司の方がね、すごい増岡さんちょっと豪快な人だったみたいなんですけども、なんか上手にこう、まだとりあえずやらせてあげてたっていう、能力も高いんでね、なんかそういうのがあったみたいです。 でここでようやくスタートするんですがまあ、うん、いろいろあのよくない話はなっちゃって当時やっぱりが調子いいんですよね、うんうんで。この頃の学会を見てもあのなんかああいう学会のそのプログラムだけ見てもあの傾向わかるんですけどなんか、D、メモリーセッションでデ DRAM とかがバーッとあってで 不揮発性ノンボラタイルメモリーとか、うんまあ、なんかちょっと小さかったりした時代もあったんですよね。で、ニーズがね、やっぱりこの市場を見て、メーカーってのは仕事しなきゃいけないっていうのも、まあ、あるんで、しょうがないんですけど、当時も DRAM の売り上げが絶好調なので、このフラッシュメモリーにマンパワーを割くのに対して、やっぱ芳しくないっていう状況があったようです。 DRAM は消去できないんですね、そう簡単に。DRAM はねあいや、簡単に消去できます。DRAM っていうのはもうあの電源入れっぱなしであの、今こうやってパソコンとか使ってても、あのうん、今でも脈々と動いてて、今でも使う部品なんですけど、だから数的にやっぱり必要だし。はい、<に> DRAM とフラッシュメモリの違いをもう一回お願いします。はい、DRAM っていうのは、あのうん、電源を入れた状態で使うものです、うん、で、大量にあの、まあ、プロセッサーが使うデータっていうのを まあ、ある程度のスピードでやり取りしているあの、えっと、記憶素子です、ね、で、はい、電源が入っている時きで動きがいいしでだから電源切っちゃうとあのデータは消えちゃいます。でダイナミックの D っていうのはあの容量を稼ぐために、まあ、素子の数を減らしてる分あの ちま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 動いてこうデータをケアしながらしないとあの動かないよっていう意味で DRAM っていう、うん、あのダイナミックな動きをしないとだめだよっていう意味での DRAM というものです。うん、でフラッシュはもう外に外に出てるっておかしいですけどあんま、まあ、DRAM ほど頻繁に使わないデータをあの電源切っても覚えておくっていう形であの収めていくメモリー素子になります。 目的とその立場が全然違うん。たまにしか来なくてだからあの動作も遅いんですよやっぱり、うん。遅くていいっていう最初から容量がそれなりにあってで電源切らなくて電源切っても覚えててくれるからパチッとやったらすぐあの読み出してきて使えてただ,ただ、まあ、大,大,大容量のものを電気つかないで持っててくれるっていう、まあ嬉しさですよね。 じゃあ,まあ簡単にはフラッシュメモリーが図書館の書庫みたいなところで、あんまり行かないといけないけど、たまに行ったら、もうあの昔のものも。で、d r ラムっていうのは、それこそ図書館の並んでるところで、みんながよく頻繁に借りるものみたいな、そういう感じなんで今はそういう感じだといいと思います。うん、中にめちょっと細かく言うと、なんかあの物言いを入れてくれる人がいるかもしれないんですけど、理解としてはざっくりとし、うん、うん、そういう感じでいいと思います。その メモリー階層っていうのは、ハイアラーキーっていうのを形成していって、フラッシュメモリーがそれほど大差を大して評価されなかったんでしょうか。うん、そうですね初期の,の,の部分の、今、すごくいいアナロジーを出していただいたんですけど、初期の部分に入れとくっていうニーズが全然なかった。 当時ね、今振り返ってみると今,見る今,今現在って音楽プレーヤーもフラッシュ、うん、えとこのスマホもフラッシュ、うん、パソコンの外部メモリーっぽいのもハードディスクだったやつがフラッシュみたいになってるじゃないですか、うん、そっから見ると「え、うん、んで使わないの?」っていうのはううやっぱりそのコストそ<う>コストパフォーマンスが多分合わなかったのかもしれないし、まあ、逆それでも循環論法になっちゃったけどそういうニーズが全然、まあ、事前には予測できなかったっていうのは大きい。 ですよね。ね D ランの方がいいように思えたってこ、ねうん、ランも。イがも目先の利益はどんどん稼げる。うん,うん。目的が違うので、その図書館のみんなが出入りできるところのあの容量をまあなんか早く高密度にっていう部分でのニーズはすごい先が先が見えてるっていうかですね。あ,あ見通せるってうですね。見通せる感じがし感じがしてたんですよ。よ見通せる感じがしてた。でフラッシュに関しては。 その今みたいな応用っていうのが多分なかったんですよね当時だからウォークマンも磁気テープだったりですよね,ね、うん、でまあそれが進化して CD で聴いたりとかしてますよね多分だからそのえこの半導体メモリーに音楽を入れるっていうのは多分そ,のそれに付随するための音,音声とかあの音の情報処理技術とかも多分まだ足りなかった。 だと思うんですよね、うんうん、今は、ま、当たり前にパソコンでなんか電テレビ電話できてるけどこれも全然当時は想像つかなかったと思います。うん、技術がそんなものなかったってことなんですね。なかったと思います。その総合的に。うんうん、でメモリーだけ見ててもまあ分かんないんでしょうけど、うんうん、あのメモリー周辺部ってやっぱりターゲットがメインフレームのコンピューターだったりあのパ,パソコンとかワークステーションとかといわゆるこう個別使いの。 コンピューターだったりするので、<laughs> うん、その、不揮発性メモリーが大量に使われるっていうのは、この時点では、多分まあ予測してる人はいたとは思うんですけど、あの、あんまりそれこそ日経にとか出てないですよね。うん <laughs> うん、日経とかには出てない感じだと思います、当時。出てたのかな、うん、多分出てないと思いますね。もう、メモリーのあれでパソコンってか、うん、そういうので行っちゃってたと思います。うん。だから、なんか、 とにかくちょっとねまだこの80年代後半ですよね、うん、なんかいまいちなんでしょうねで90年代初旬にかけてで増岡さんはさっきまあノア型っていうのがありましたけどさらに集積度を上げた難度型とかっていうのを開発継続していたで91年にはこの製品化にこぎつけるわけなんですがなかなかやっぱりこの需要がないと <laughs> 売れない販売不振が続き えー、なんかインタビュー10年間日の当たらない坂道を歩き続けたとか10回されているみたいです。うん、なかなか辛いです。で、で松岡先生はあの母校の東北大の先生になって、まあ、なんか会社を起こしたりとかされてますけど、まあ、94年の時点でまあちょっとあの面白かったっていうところだったんでしょうけれども、あのあの研究職の方にまああの活躍の場を変えられてますね。うん、つまり東東 東北大,、えっと、北大で東芝を退職されたわけですね、はい、増岡さんは、ね。で、何度かたまで話がこれから来まして、でちょうどこの頃から、思いもかけなかったようなところから、思いもかけなかったライバルが、ね、あの完璧に見えた日本の,あの電気人をあの根底から覆していくと、ね、い,いうことになると思うんですよ。はい、高橋さん 次のパート4でそのお話<や>お願いします。いまはい